ゴドフリーネラーによる肖像画マウントエッジカムハウス1869年作。初代エッジカム男爵、リチャード・エッジカムはイギリスの政治家。1701年から1742年まで庶民委員議員を務めた後、エッジカム男爵に譲された。サー・リチャード・エッジカムとアンモンタギルの間で生まれた。1697年5月25日に、 ケンブリッジ大学トリニティカレッジに入学1698年に MA の学位を習得した1701年6月にコーンウォール選挙区の補欠選挙で当選したが議会が閉会したため任期中に登院することはなく続く1701年11月イングランド総選挙ではセントジャーマンズ選挙区に倶え替えして当選1702年イングランド総選挙では プリンプトン R 選挙区に移った。以降1734年イギリス総選挙でプリンプトン R 選挙区とロストウィシアル選挙区で同時当選しロストウィシアル選挙区の議員として党員することを選ぶまでプリンプトン R 選挙区の議員を務めた。1741年イギリス総選挙では再びプリンプトン R 選挙区の議員になったが1742年に エッジカム団尺に乗され庶民員を離れることとなった。1716年から1717 17年までと1720年から1724年までの2度に、渡って、下級大倉卿を務め、1724年から1742年まで、アイルランド大倉卿を、1742年12月から1758年まで、ランカスター工業大臣を務めた。 ホイック党の首相サーロバート・ウォルポールを常に支持し、総選挙では与党側としてコーンウォールの選挙区を担当した。そのため、1742年の助諸の裏には、ウォルポールの政府機密非流用について証言させないという理由もあった。他には1734年にイギリスとアイルランドの数密顧問官に任命され、 1734年から1737年まで鈴子奥長官を務めた。1758年11月22日に死去。息子リチャードが借位を継承したが、リチャードが1761年に未婚のまま死去するとその弟ジョージが借位を継承した。米国のオスカロライナ州エッジコム軍の名前は初代エッジコム男爵に由来する。 1715年3月12日、初代順男シャクサーヘンリー・ファーニーズの娘マティルダと結婚した。二人は三男を設け、うち一男が溶接した。ありがとうございます。